あ、聞こえますか？こんばんは、プライムさん。あー、マジですか？ごはんさん、ありがとうございます。こんばんは。聞こえますでしょうか？そうですね、そぼろくもう結構溜まってきたんで、まあやっちゃおうかなっていう、やっちゃわないとなっていう感じですね。まあそのね、まあ前の前回の動画見てくださってればわかると思いますけど、まあセクレタリアとかね、ちょっと外れたリアドになってしまってるので、そのねアイテムをちょっと今作り中で、なかなかそうなんですよ、いろいろとねちょっとね、なんですかね、立て込んでるじゃないですね、立て込んでるじゃなくてこう詰まってきてるっていうかね。いや、おめでとうございます、虹次郎、いいですね。さあ、そうですね、深夜のね告知もなしにこの時間ね、人はまあそんなに集まらないでしょうということで始めていきましょうか。すごろく、あ、プライムさんおめでとうございます。いやー、いいですね、やっぱあれがメインですからね。なんとかここで勝ってほしいですね。いや、アーモンドさん、アーモンドさんでいいんですよね。こんばんは、ありがとうございます、こんな時間に。いや、アーモンドさんですね、ありがとうございます。ごはんさんも300万枚ね、いいですね。いや僕も、もう80万もう結局なくなりますからね、やっぱりね、なんやかんやね。まあちょっとはい、ちょっとね、これだけちょっとやらせてもらって、あとは、これが終わったら、ちょっとレースじゃない、すごろく。ね、行きたいなと思います。てっぺんぺんさん、こんばんはです。川田騎手、そう。ん？そうですね。川田。あ、結構、はい。好きなんで。川田騎手好きなんで。まあ、たまに乗せてるって感じですね。個人的なやつは5番、ああ、なるほど、変わりなしです。12と来てて変わりなしですけどね、丸はついてますからね。いや、じゃあ特になければ5番からいきましょうか。
いや、ミシェル騎手がね、ミシェル騎手の輝きがね、やっぱちょっとね、失われてたんで、うん、振られたっていうよりも逆に振ったっていう感じですね。何を偉そうにっていう。いや、振られたんですね。いや、改めて、ミシェル騎手検索したら、もうえらいもうべっぴんさんで、もう、ねえ、てっぺんぺんっていうか、もうべっぴんぴんっていう、そんな感じだったですね。さあ、で、3番っていう意見も来てますので、じゃあ3、そうですね、どうしようかな。よし、じゃあ3と、じゃあ僕の、8、8、10、数字が6と9。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。それもありますね。しかも2着、前走がね、3着。まあ、結構ね、前線してるんで。よし、じゃあ、5、もうな出てきた。5、3、8、10。ね、5、3、8、10の、5、3、8、10ね。これでいきましょうか。いやボックス、あ、ボックスにしとく？ボックスっていうか、補色？これでいく？これでいきましょうか。ついて、僕の買ってくれると困るんですよ。これ一応素材にね、しようと思ってるんで。3、5、8、10。で、ね、これだってます。よし、これでいこう。じゃあ、3、5、8、10で。買いました。さあ、12頭のゲテンが完了しました。体制完了。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。3番がね、先頭に立つのは何か。先頭を取ったのはホーリーグレイル、アファームドサクセスが上がってまいりました。スキップ。おっと一気に、ここで勝負どころと見たか。セクシャルベリーが行こうという感じ。勝負どころと見ましたよ。ちょっと離されまして、ベンドアハンド、これと一緒にアータックス、グランドスラム、3番ゴールドランド、全長1キロにも及ぶスタンドから大歓声が上がります。イレイズは2番手、このまま抜け出すか、先頭意地を見せるか。セクシャルベリー、オナゴールド懸命に追う。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外から突っ込んできたのはオナゴールド、外から突っ込んできた。オナゴールド来てるで。外を通ってオナゴールド、アータックス届くのかどうか。捉えた、かわした。ちょっと待って、1着アータックス、どう？惜しい。5来ましたね。惜しかったですね。よく頑張りましたね。ちょっと待ってよ、やってくれるな、ほんまに。当番3着9番以上のように。いや、惜しかった。結構ついたんじゃないのこれ、来てたら。やってくれる、ほんまにね。え、いやー、惜しかった。いやー、すごい。いやー、皆さんすごいですね。いい仕上がりです。まさか僕のが邪魔してくれるとはっていうところで、まあちょっと登録だけしてね。いやー、男前ですよね。いや、男前やわ。登録だけして、じゃあちょっとスゴロクやっていきましょうか。なんやかんやとね、ちょっと溜まってるんですよね。レースを終えた馬が戻ってきました。ね、どっちかですよね。もう負けるんやったらもう馬券当たってよっていうね。いや、もうほんま、うん、まあ、まあ、いや、ね、花さ、花さね。花さぐらいやったらね、もう3着やったら4着でもいいやんっていうね。さあ、いや、さすがです。さすが。ねえ、300万増やした実力。ねえ、僕、何百万となくした実力がここに来てね、出てきたわけですよね。こうやってなくなっていくんですよ。いやー、いいですね。そうそうそう。最終日にね、まとめてと思ったんですけど、もうちょっとずつね、ちょっとずつ消化していかんとね、追いつかんくなってきてるんでね。いや、結構溜まってきたんで、回していきたいなと思います。いやー、ちょっと
ちょっとというかね、退屈かもしれないですけどね、まあ、62個全部回し切るか、それともまあフロア一周ね、周回するまでにするかっていうところはちょっとまたね考えたいなと思いますけれども、まあね、行きましょうか。それではね、画面偏差値28、イケメン界の浪人生アキキュンです。よろしくお願いいたします。イエーイ、ふー、ダイス大好きということでね、行きましょう。ダイス大好き言っとかんと、せっかくのねダイスイベントなんでね。さあ、まあ、ここはね、まあどんどん進んでほしいなっていうところなんで、オッケー。いやー、素質の守りもセクレタリアとでね、ハズレタリアとでだいぶ使ってるんでね、ありがたいね。行こう。オッケー、ありがとうございます。ゴールデン60、イエーイ。あ、パテンさんこんばんは、遅くにね、ありがとうございます。本当に皆さん、さあ2階に行きましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。花村くんではない。花村くん、名前出しちゃっていいのかな。花村くんではね、ないですよね。うん。さあ、目玉。まあ、ここら辺は、ね、やっぱね、ここかな。これかな。うん。これかな。うん。この辺もね、ありがたいですけどね。まあまあ、なんでもありがたいですけどね。いや、パテンさんね。風邪薬。調子悪いんですかね。皆さんね、ちょっと、気温もね、なんか本当にすごいあれなんで、気候なってるんで、もう体調気をつけてくださいね、皆さんね。あ、リクトさん、こんばんは。はじめまして。遅くにありがとうございます。さあ、回していこう。ちょっと今、コーラゼロをね、コップに継ぎ出しました。まあ、宝玉、うん、もうね、まあ。まあ、そうか。よし、ここら辺勝負どころですね。なんぼ ?1、2、3、4。4か。風で薬漬け大変ですね。まあまあ言うても僕もね、まあこれ言うのはなんですけど、まあ僕も毎日もバファリンね、飲みに飲みまくってるんで。おっ、ドキドキした。まあ通り過ぎてないからね。よし、行きましょう。1ね、1ね。でもうん、あれ的にはそろそろ1です、出てきてもいいような、そんな感じですけど。おい、おい、まあね、5が出てしまいましたね。まあでも1がね、次こそ1出れば別に。オッケー、ナイス、素晴らしい。じゃあ3回目だし、行きましょう。ナイス、30年以上、30年風邪ひいてるんですごいな。よし、じゃあ3回。いやー、すごいな。まあまあ、でもそうか、まあここら辺か、ここ
ここ、うん、メダルもねありがたいですけどね、まあ、順番に、まあ、ここら辺はまだね、まだまあまあまあそんなにショックはでかくないですね、取り損ねてもね。ここで1かよ。あ、さっきも言っちゃった。あれさっきも言っちゃった。あれ、やばい、記憶力が。どんどん行こう。4、5、6、どう1番。さあどんどん行こう。この辺はねパパパパパッと行っちゃいましょう。にゃ、イサポンチャンネルさん、こんばんはです。ありがとうございます。こんな遅くにありがとうございます。本当に。フレンド、フレンド登録に、まあ、フレンドに関してはもう、あの、まあ、送っててくれれば、はい、あの、秋次第というか、あの、はい、あの、また、承認というか、こちらからも申請していくんで、よろしくお願いします。オッケーじゃないんか。そうですね、12時までなんでね、12時までだったと思います。はい、最後に触れれもねできればね、やりましょう。さあ2ね、でも続けて2が出るのかどうかっていうね、まあ、ここで出すのが僕なんですよ。ね？ね？マジかよっていうね。ねえ。いや、本当に。ナイス！いやいや、本当に。ねえ。さあ、ここでも、ねえ。ねえ、一発じゃ足りないのかいってね、二発目おかわりしましたね。ありがとうございます、本当に。さあ、そして、ここ、石狙っていく重要なとこですけど、ここはね、通り過ぎるっていうのが僕の、あれなんで。ここはね、多分ね、いや、止まってくればいいですけど、通り過ぎるねんな、これ。こんなことある？こんなことあるっていうね、ほんまに。ほんまにあるからな、こんなこと。すごいな。いや、シルクナイスさん、こんばんは。そうですね。まだね、あんま自信ないんで、やりますよっていう、大々的にこうね、やりますよって予告はしてないですけどね。ありがとうございます。こんな時間に来ていただいて。じゃあ、次のフロアでね、行きましょう。4階に移動しましょう。いや、ほんとね、何もね、なんかね、そういうとこあるんですよね。まあね、そうですね。いや、メインはやっぱり虹次郎ですからね。じゃあ行きましょうか。いや、何を今、ちょっとあれやな、今なんかボーッとしてたな。ボーッとしてた今。まあね、銀次郎ね、うん、さあ
こんなんもある。すごい。行きましょうか。さあここら辺はまだね、1で1か2か3、間取るか、間取るか、まあ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 、1、2、3、まあ3、うん3でいっか。まあ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 、これもね、これも結構ね、重宝しますからね、いいですよね。あれ、メルクさん、メルクさんもこんばんはですね。お疲れ様です。ありがとうございます、来ていただいて。よし、じゃあここはまあ適当にね、ここはまあ消化、消化ダイスですね。うわ、ありがとうございます。禁断の果実ね、禁断の果実って言われるとね、ちょっとね、ほわーんなねイメージしかないですけどね、禁断の果実ってね。そうでもないか、そうでもないか。いやー、ありがとうございます、楽しみにしていただいてね、ありがとうございます本当に。さあここで一つずつね、一つずつ回収していってるわけなんですけどもね。ね、超素質は欲しいな、素質も欲しいけど、超素質も欲しいな。うわ、10万、ありがとうございます。牛歩しちゃおうって思ったところでね、やっぱりそうじゃなくなるっていうね。あ、超素質も、超素質1だから1か、これか、1、2、3、ねえ3ね、1か3。いや、禁断の果実はなんか、禁断の果実はバタイジュがあのベストになるんじゃなかったでしたっけ。ありがとうございます、使ったことないですね。超素質回収しました、ありがとうございます。生産回数リセットは羽の方じゃないですか。あれ、そんな細かくいかんでいいっていうね。ちょっとちょっと、何してんの。なんか4階に来てなんか回収してこうみたいな。おい、すごいね、牛歩してるよ。いや、なんか、うん、ここにちょっと、うん、欲しいのが。あー、もう一気にね、いっちゃう、うん、ここはもういっちゃいましょう、一気に。まさにね、もうゴールデン60ぐらいのね、のね、足でね、もうどんどんいっちゃいましょうっていうね。え、どういう意味？ドドンっていうね。さあ、ここ行こう。ここ行こう。さあ、こっから商品のラインナップも、そうですね、6階でね、さあここら辺もまだ全、まあどれが来てもっていう感じなのかな。まあまあ、ここはまあ通り過ぎてくれた方がいいな、早くね。5階をちょっとサクッと進みたい感じの話聞いてんのかっていうね、ほんまに、ほんまになんか話聞かれてるっていうか。あ、どっちでしたっけ。ね、赤が1から3ですね。で、青が4から6ですね。で、一応あのログインでもらえたやつが、ログインボーナスでもらえたやつが1個ずつあるんでね、勝負どころできっちり使いたいなと思いますけどね。
ほんまにセガに聞かれてねえガセばっかり流されてるっていうね。えどういう意味どうもういいかもういいか、こどんどん行こう、どんどん行こう。まあまあまあ、どんどん行きましょう。お、結構、おお、いいね。大きめ雨が出て、ここに石20個回収してくれるのありがたい。さあ運命の6階へ行きましょう。やったー。さあ運命の背景もねもうガラッと変わりまして、ちょっと待って、でも 1,2,3,4,5 個、わ、5マス目なんや。ということはこう6出ちゃったら終わりか。6出たら終わりか。そうか、ここはでも1/6、うん、6が、6分、そうだね。あー、あ、そうか、ここはいいんか。ここはもう行っちゃって、もう6出たら残念っていうことか。そうか。頼む！みんな！応援してくれ！おお、ドキドキするドキドキするさあ、ここは。だからここはもう使うべきですよね。そうか、あ、そうか、青でさっきの時に青やっとけば、そうかそうかそうか、あ、そういうことか。もう全然理解してなかったなこれ赤ダイスですよね。にゃーケーキさん、こんばんはです。ありがとうございます、遅くに。ありがとうございます。もう赤でいいよね。これ赤行くべきよね。赤。青でね、6で、そうなんですよね。そのか、そう、6が出る確率も上がっちゃうから。ねえ。よし、行こうか。1、だから、要は3が出へんかったら、セーフですもんね。もう1か2でいいんですもんね。2、そうそうそう、だから行こう。よし、じゃあ赤で行きましょう。皆さんもね、赤赤、ね、言っていただいてるんで。皆さんの後押しがあるんで。ね、行きましょうか。さあ行こう。レッツー、アグライズ。ということでね、無事にね、無事に取れましたね。いや、こういうとこあんねんな、ほんま。これは嬉しいです。ありがとうございます。いや、皆さんのおかげです、本当に。だって、これ、もし勝手に一人でやったら多分取れてないんですよ。ね、この時間に、生配信、ライブ配信しようと思って、今これしたから、取れたんですよ。だから、皆さんのおかげなんですよ。ありがとうございます。本当にいつも応援いただいて。いや、ということでね、おめでとうと思っていただける方ね、
あのいらっしゃいましたらね、ぜひねコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたしますということでね。いや今日の見せ場はね終わりなんで、また次回のね、次回の動画に今回はここでも終わっていただいて、もう次回の動画でもう今日はね早く寝ていただいてね、次の動画見ていただければと、いやいや最後までお付き合いいただければと思います。何の株券に使うかはちょっとまだ未定ですね。よし、じゃあそうですね、もうあとはもういいでしょうね、意思が取れればいいかなっていう、ちょっと気持ち楽になりましたね。いやだから2060個ぐらいから始まってし、おお、そこで止まるか、そうか、いやありがとうございます。あのね、なんかね猿の動画ね、あの頑張って今ね、もう次の次ぐらいからねもっと面白くなるんで、もう本当にねやっとやり方が分かってきたなんかあれやな、うん、なんかあんまりこう結構回収してるやんってなるのもね。あ、飛ばしてるやん。あ、うわ、虹色のせいで金次郎のこと忘れてた。全然気づいてなかった。うわー、マジか。まあいっか。金次郎はね、あー、まあ欲しいとこであるけど。さあ、調査室も欲しいよ、ここは。あ、違うか。あ、そうか。12日ま、あ、もう一回回ってこられへんかな、6階までは。無理かな。もう一回回ってこられへんかな。だってさっき60やって40ぐらい使ってるもんな。いけるか。これ取っときたいな。これ取っとければもうあとは一安心っていう感じなんでね。よし、じゃあ2出ることも使い切ってると思いますけど、僕は運をね、2出ることを祈って。1,2,3、 おお、石の間を抜けてく。ただまだ1が出れば30はゲットできる。出るよね、出るよ、出るのよ。そうなのよ、知ってたよ、そこは知ってた。よし、じゃあとりあえず6回まで周回終わりましたので、60回、2周目の4回、ああ、なるほどね。あ、結構進んでますね、それね。OK。 いやいやいや、じゃあ最初のフロアに戻りましょう、1階に。頑張りましょう。さあ、どうしようかな。20、残り20もパーッと回しましょうか。回しましょうかね。やりきってフレンドレースして終わりましょうかね。いや、もうみんな眠いよっていう人が多ければもう、いいか、もうそんなこと言ってる間にパパってやれよっていう話かな。よし、行こう。20回、残り20個、さあ一気に駆け上がろう。SH ガチャもね、結構、SH ガチャもね、結構石ちゃうわ、メダルもらえるんで、この間あれやったんですよ、10連一撃、SH ガチャの10連、一発で、メダルね、10万ぐらいね、もらえたんで、そんな奇跡もね、たまに起こるんですよ、あれ。なのでね、侮れないですね、 SH も。さあ、ここはもう
5周目、5周目、いやほんまや、え、5周目の1回、5周目でエグいですね。5周もしようと思ったらどんだけあれや。どんだけ、頑張りましょう。よし、もう12個ですもんね。まああっという間に終わりそうなんで、よし、素質のあまりやっぱ欲しいですもんね。いやー素晴らしいですよ、5は。よし、OK。3ね、ここは超素質が欲しいですね。おい、出るじゃん出るじゃん。いやー、翔さんこんばんはです、ありがとうございます、遅くに。さあここはもう、うん、そうね、うん、行っちゃってくれてありがとう。やったねえ、またおかわりですよ、本当に。もう死の後の言うなよ、6でもないですね。たったらたらたったった。さあさっき通り過ぎたね、石回収したいですけどね、通り過ぎてしまったね、ゴール前のね、石を回収したいですけど、まあ6個しかないからそこまで届かんかな。よし、そのままの、そのままの大きい目で続いてくれれば届くよ。なんで1やねん、ほんで。なんで1やねん。4個やから6、あ、いけるな、うんうん。サイコロはね、まあとにかくレジェンド生産してもう連投させまくるみたいなね。よもや、よもや、あー、煉獄レッドさん、いやー、カルツコットさんにはね、本当にね、お誘いいただいた時は本当嬉しかったですね、うん、ありがとうございます、本当に。先に青いの、いやー、なんかね、もうあと 1個しかないって考えると、なんか使い、結局余らして終わるんや。あ、ここで使うってこと ?1,2,3,4,5,4,5,6 やから ?4,5,6 やから、ここで使えば ?1,2,3,4,5,6。 あ、でもこの後なんかなかったっけ、フロアの。いや、あ、まあそうっすね、まあまあちょっと、うん、なんかもったいない。もったいない病が出てしまってるんで、ちょっと
青は6階の方がね、6階の方が景品っていうかいいですもんね、商品がね。うん、ここはねちょっとだから6階までたどり着くかどうかっていうとこもあるけど、再びね、もうここ通り過ぎるやん、ここここ通り過ぎるやん、やってくれるわ。やったはい、ということでね、ここねほんま通り過ぎてくれるなっていうね、ほんまにさすがダイスですわ、ほんまにね、もうダイス大好きということでね。いやースゴロクイベントいいですね。なんかね、まだなんか人生ゲームみたいになんかもうちょっとなんか一言ね、なんかイベントみたいなの出てきてもね面白いと思いますけどね、秘書のね。まあそこまでさすがにゲーム性はねやるとまだねいろいろ大変やと思いますけど、まあということで、3階ちょうど3階終わって4階に到着したところで終わりましたね。はい、ありがとうございます。ということで、またね、サイコロが溜まり次第、ね、やっていきたいなと思います。ありがとうございました。さあ、それでは、お待たせしました。そうなんですよ。もうね、前回のね動画も見てくださった方はねもうご存知かと思いますけどね、外れたリアドね、外れたリアドがもうね、だから結局勝負根性 SS にならへんかったら意味ないやんということで、もうニックスでいいわっていうね、もう素質あればニックスでも十分いけるやろうということでね、2頭今ね準備してますのでね、これでまたね生産していきたいなと思いますね。えもうね勝負根性 B ですからね、本当にねえ、お待たせしました。うわーすごいね、400万。いや僕のね、僕の運気がこうそね皆さんの方に行けばね全然いいんでね、僕の運気がで、前回ねそのね、ね、意味のない占領役者ね、もうほんまにね、どこの大根役者やねんっていうような演技をね、見せてくれた、僕のこの、ね、せくれた、呆れた感じのね、なんですけど、なんやかんやとね、結局ね、完全制覇しよったんですよ。なんやかんやと勝てたんですよね。うん。まあ、獲得賞金自体はね、もう少なかったですけどね。なんやかんやね、そう、あんまりもう期待しなかった分、そんなね真面目にも走らせなかったですけど、なんやかんやね走って、あ、そうそうそう、ここあーそうか、距離適正も合ってなかったから、まあここはねもう仕方なかったんですけど、そう、なんやかんやとねこうバーっと行って、なんやかんやとロング勝ちましたよっていうね。うん、まあまあ頑張ってくれたんで、まあ大根役者ではなかったのかなっていうね、うん、そんなとこですね。で、アッキッキュンはね、前回の動画でもちょっとね、前回の動画で紹介しましたが、こんな感じですね。うん、2着が続いたのが痛かったねっていう、ここがね。あとやっぱり、うん、SWBC ももうちょっとね勝ちたかったですね。はい、ということでね、まあ今回も夜も遅いですし、もう日曜日の晩ということで、皆さんね明日お仕事の方も多いんじゃないかなと思いますので、フレンドレースしましょうか。お待たせしました。あ、魂侍さん、こんばんはでござるよ。いつもありがとうでござるよ、感謝でござるよ。
よし、じゃあ、フレンドレース、電動馬博物、あれ？ご存知ですか？佐久間和也さんかな？こんばんはです。ありがとうございます。遅くにいつも、遅くにいつもじゃない。いつも見てくださってありがとうございます。遅くにありがとうございますですね。フレンドレース、やりましょうか。ね、じゃあ最後にフレンドレースをやりまして終わりたいなと思いますが、レースは何がよろしいでしょうか。まあちょっとね、早いもん勝ちにはなってしまうのであれですけど、ねえ、いや、あ、そうか。あ、違う。いや、セクレタリアと4凸おめでとうございます。いやー、戦略、本当にね。もう B なんかも鍛えても SS なんかでもう届かないですから、もう遥かね。フレンド、違う。フレンドのみさんか。これでいいか。これでいいですね。別に、大丈夫ですよ。はい。あーそうか、リアルのあ、こうなってねえ、 UHB 行きますかと、あのね、レースによって、あのね、あれ、何でしたっけ、実況風、テレビカメラ風か、テレビカメラ風アングルにしてると、ものによってね、あれなんですよね、ゴール前がね見えないんですよね。そうなんですよ。ガイ様にしますかで、確かにね、60キロ背負わされてね。いや、DJ 暗黒さん、こんばんはです。侍先生が、いや、こちらこそね、お世話になっておりますよ、と。ね、そうっすね。いや、ダイスも、スゴロクも結構いい感じで、凱旋できたなっていうイメージなんで、凱旋にしましょうか。いや、なんもうまいことかかってないよっていうね。いや、もう、早いもん勝ちにはなってしまうと思いますけれども、はい、誰でも、全然いいですよっていうね。あ、皆さんね、参加していただいて。一人で二人以上、あ、そうか、これチェック入れとかなあかんってことか。そうか。これでいいね。これでいいんですよね。フレンドのみ参加。は違うもんね。で、ホストのみ感染でもないか。これいいんかな。これいいですね。あれか、そうか。みんなスタンバってるかあれなんかな。スタンバってるかあれなんかな。返事。よし、じゃあ、行きましょうか。そうか、出てくるね。オンね。フレンドのみさん、オフね。よし、俺で行こう。じゃあ、僕は、せっかくなので、ね。これでいこうかな。でいこうかな。ね。サザエさんのエンディングのね、ような名前の馬さんでね、いきたいなと思います。ただいまより、フレンドレースのエントリーを開始します。さあ、どうぞ。早い、皆さん、ありがとうございます。プライムさん、テンさん、ゼロさん、シンキロさん、ありがとうございます。さあ、オカメさん、ラッキーさん、ナイスさん、アルフォートさん、メルクティさん、さあ、あと2枠。ん？ストカルさん、ケイさん、ありがとうございます。そうか、これでも、あれなんか、フレンドじゃなかったら、
フレンドじゃなかったらこれどうなるんすこれ。フレンドじゃなかったら ID 打たなあかんってこと？ ID 打って検索せなあかんってこと？大変やな。そうか。いやー、おめでとうございます。マッハ1ね。マッハ1、僕出なか、前の時に揃ってるから別にあれでしたけど、今回のあれでは出なかったですね。出た人、ほんと運がいいなっていう。いやーね、やっぱそうですね。ID 検索しないとですよね。いや、アーモンドさん。あ、そっか。じゃあ、フレン、どれだけ見てくれてんのかわかんないですもんね。なんか、フレンド。1回目はフレンドだけ、2回目はフレンドじゃない人みたいなにした方がいいんかな。で、合わせて3回目みたいな。ねえ、なんか、次からそうしよう。次からそうした方がいいんかな。あれ、ほんまですね。落とされるって。僕は何もしてないですよ。そうですね。でもまあ、揃ったタイミングでレースをしとけばっていう、そんな感じですかね。申し訳ないですね。じゃあ、今回はね、次からなんかそうしましょうかね。フレンド枠と、フレンドじゃない枠で、合わせてみたいなね。3回、まあ、そうした方がいいかな。うん。じゃあ、行きましょう。これで。まあ。そうなんや。米売ってたら消えるみたいなこともあんのか。なんかそういうところにもうちょっと配慮して、配信できるように頑張っていきたいなと思います。投票受付を開始します。さあ、ということで、始まりました。凱旋門賞。フレンドレース。凱旋門賞始まりました。行きましょう。順番に見ていきましょうか。まずは一番人気。あ、一番から順番に見ていこうかな。よし。帝王の死って、皇帝の進撃。かっこいい。ね、1枠1番、オペラ・アルフォート。7番人気ですね。84万。皇帝の進撃、かっこいいな。まあ、全然僕もね、意外に持ってないからね。さあ、2番、あ、キッキュンですね。ほ、あ、クックのね、サザエさんのエンディングのような名前のね、王者の風格。うん、サザエさんですから。それはね、王者の風格もあるでしょう。国民的アニメのね。はい、ということで6番人気ですね。はい、3枠3番、ラッキースペシャル、ゼーマスタープラス。もう5番人気。81万5425枚。マヤのトップガンサングですね。うー、いいね。さあ、4枠4番、フィールコメット。衝撃の末脚。プラス !73 万9960枚。9番人気 90.2 です。さあ、5枠5番、ブルーブルース。これも衝撃の末脚ですね。ディープインパクトサンク。獲得賞金21万300ということですね。いやー、パタヤンさんね、本当に、ねえ、僕の SWBC もね、本当に友情出演していただいて。出てきてるやん。これは絶対あれでしょう。僕をおちょくろうと思って入れたでしょう。これは。6枠6番、ナイスですね。ほわっくっくにはちょっと一文字足らんかなっていう、そんなとこですけどね。屋上のキレプラス。ディスグラシュータンクね。獲得賞金額73万2950枚。あー、ウィザーさん、ありがとうございます。こんばんはですね。初見、ありがとうございます。本当に、この時間に来ていただいてありがとうございます。パタヤンさん強いですよね。意外に強いですよね。意外にって言ったら失礼ですけどね。意外にって言ったら、いや、強いねんって十分ねっていうね。98万ですもん。いやー。
7枠7番ね、パタヤントラベラーね、怪物プラス98万ですよ。すごいな、98万4825。うらやましいな。さあ8枠8番ダイヤモノ相手ね、特性はなしですけどね、69万2925枚。8番人気絆とアーモンドアイね、アーモンドアイ、いやーなるほど、素質使い切ってみたいな感じなんか。いや、モンキーさんこんばんはです、ありがとうございます。遅くに、今回イサポンちゃんです、今回も10着狙い、うん、まあまあ今回トーブルね、あれはないですからね、うん今回はね。さあ9番スキーデザイヤー、獲得賞金額は45万2375、11番人気、ありがとうございます。おすごい、これはあれってことですよね、これレジェンドとかじゃないですもんね、これ通常配合でってことですよね。おお、すごいな、え、そうよね、そうよね、ね、そうですよね、自家製通常配合ですよね、これね。すごいな。さあ、そして10番、ふわふわラビット。右回り校舎プラス。97万2550。一番人気。さすがの一番人気。いや、白馬さんかっこいいな。さあ11番スパークイング占領役者、お来たね、セクレタリアと占領役者プラス、お80、ちょっと待って、89万3850って僕の獲得賞金と、おめっちゃえ、そう4番人気ね、スパークウイング。さあそしてプライムパステル100万超えて105万、自在マスタープラスで105万4550、2番人気これで、はあすごいね、みんなすごいよ、100万なんか僕全然届かへんもん、あほら350違いや、すごい。じゃあ行きましょうか、印はね、印はこんな感じになってます。105。ねえ、ただね、無印なんですよね。いや、ウィザードさん、すごいですね。いや、自家製馬ですごいな。ねえ、2番人気で無印ですよ。逆にね、丸ついてるんですよね。12番人気にはね。丸が。すごい、ここ、右端は、おそらく、スタホで行くと、セガの、ねえ、セガなんかなっていう新聞ね。よし、じゃあ行きましょうかいやいや、もういろいろあるんでしょう、やっぱり。さあ、じゃあ行きますよ、レース観戦行きましょう。まあ特にね、締め切りの合図もなくね、始まりますからね。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。さあいよいよスタートですよ。凱旋門賞12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、いやいやいや、先行グループからまず見てまいりましょう。プライムパステルがやっぱりいったという感じ。ラッキースペシャルが追いかけます。そしてそのうちに2番アッキッキュン、もう1頭10番ふわふわラビット、7番パタヤントラベラー、この辺りちょっと離れているオペラールフォート、スパークウィニング、6番ナキッツ、スキーディダイヤがその後ろ、フィールコメット、ブルーブルース、
しんがりからダイヤモンドさあもうねすでにね誰が一番人気やったかとかっていうのをねすでに忘れてるわけなんですよ僕は。3番ラッキースペシャルが先頭です。いやそしてその後ろからプライムパステル、プライムパステルが2番アッキッキュン、ね、2番人気で無印やったのは覚えてるんですけど、その外のふわふわラビット三角星人5番手にバタヤントラベラーであります。それから離されましてオペラールコート、そしてその後ろからスパークリング、それからナキッツ、これと一緒にスキーティダイヤそれからフィールコメット、これから約650メートルのフォルスストレートに差し掛かります。それからブルーブルース、さあ偽りの直前、そしてしんがりからここで仕掛けていったら、ね、最後バテるんですよ。流れるようにレースが展開されています。先頭は依然として3番ラッキースペシャル、10番白い馬体ふわふわラビット、さあ誰が勝ったな、徐々に差を詰めます。さあフォルスストレートを抜けて4コーナーカーブ、グランドスタンドの大観衆が待っている。10番ね一番いいですね。そうですね、ふわふわラビットは3番目といったあたり、うん、抜けた抜けた、ふわふわしてるか、ふわふわしてるのか、さあ来てるよ、バタヤントラベラー、アッキーキュン頑張ってるよ、一気に抜けた、内を通ってラッキースペシャル、バタヤントラベラーが3番手、これは阪神レースになりました。バタヤントラベラー先頭に並ぶ勢い、2番手にふわふわラビット追い詰める、10番ふわふわラビット内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、すごいすごい、成田ブライアンと前のトップガンを思い出させるかのような名レースが出たよ、すごいよ、んでパテンが勝つっていうね。もっと上を狙っていきましょう、ちょっとね、僕のすごいね、いやいやこれは名レースよ、ちょっと以上のように確定しましたね、ちょっとショートにして切り取ってもいいぐらいのね、そんな名レースでしたね。いやー水戸さん初見ありがとうございます、本当にもうね、まあ終わってしまいますけどね、また次回のね動画、他の動画ね見ていただければなと思います。いやーさあ見ていきましょう、まあまあちょっとだけね、いやすごいね、何やかんや勝つんですよね。一番人気じゃなくても勝つんですよね、本当に。いやー、めっちゃいいレースやったわ。すごかった。ちょっとあそこだけ残したいぐらいですね、やっぱね。いやー、いいレース。いやー、ふわふわラビットのね、一番人気でしたけどね。うん。いやー、川田、しかもルメール川田でしょ。もうこんな、もう、生で見たらもう大興奮ですね、これ。すごいな。そして、ね、離れた。ちょっと離れましたけどね。いやー、2番人気。ね、105万さすが。さあ僕らもね、なんやかんやとミシェルちゃん頑張ってくれましたよっていうね、ここら辺はジョッキーの、うん、腕の差かなっていうね。さあそしてね、12万人それでも9着来てますからね、えこの差でも、ああそうかそうか、うん、ナイスね、ナイス、ほんまナイスでダイスですね、ダイスでナイスですね、本当に。はい。というようなね、結果となりました。ありがとうございます。ちょっとね、もう遅いんでね、これでね、今回ね、終わろうと思いますけれどもね、皆さん。ねえ、いやいや、本当に、ね、面白いですね。そうですね、次の、ちょっとまた、いつ配信するかっていうのはちょっとね、またね、そうですね、もうちょっとやっぱ自信がね、僕、自分に、自信がね、持てればね、ちゃんと予告、いつやるって予告してちゃんとやりますのでね。うん。はい、ということでね、今度から、フレンドレースするときは、一応ね、まあ、フレ限定枠、フレじゃない、フレ以外枠で、合わせてみたいなね、3フレンドレースをね、やりたいなと思いますので、またね、楽しみにしていただければなと思います。また動画もね、ちょっとアップしていくんで、そちらの方もね、他のゲームしてるんでね、見ていただければなと。全然他のやつはもうね、全然なんでね、見ていただければなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。皆さん、お疲れ様でした。ね。ゆっくり寝て、明日仕事の方もね、仕事に、ね、励んでいただければなと、頑張っていただければなと思います。お疲れ様でした、皆さんありがとうございます。それでは最後に皆さんでいきましょう、せーの、今日も一日
頑張れっつね、うん、ね、はい、頑張れって。ましょう。おやすみなさい。ありがとうございます。終わります。またよろしくお願いします。あばよ。